天理直。無意味な手。はびこりなさい。坂。坂。坂。はい。は。逃げ場はないぞ。剣女盤石。知識はあなたにも。降伏しろ。勝利をしたお前の罪を。さ。審判の時。代価を断つ。星とし花と酒を手What?
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃仕事の合間の息抜き、悪くないわね。仕事の合間の息抜き。逃がさぬ。万物の形へ変化する。
瞬く間に。さっさと終わらせるぞ。瞬く間に。汚れた者は取り払うのみ。万象に勝つ。取り立ての開始だ。
歯には歯を。もう少し。予想内の戦術だわ。汚れたものは取り払うのみ。水さえも汚れたものは取り払うのみ。陣営のごとく。水は永遠に消えぬ。取り立て。少し優位に立っただけよ。逃げられはせんぞ。歯には歯を。急にちょっとした誤差よ。
歯には歯を。悔しい。おめでとう、君の勝ちよ。俺とカードゲームがしたい？かまわ。俺とカードゲームがし。行こう。時間は有限よ。こいつはどうだ？取り立ての開始だ。
逃げられる。兄は歯を行こう。時間は有限よ。行こうか。これ。
お楽しみは。なかなかやるじゃないか。天に目で。裁きを受けよ。行こう。時間は有限よ。瞬く間に運命を見るのもこれでおしまい。緊張で汗ばんできた。瞬く間に想定内の不運だ。相手がいなくて悩んでたところだ。
取り立ての開始だ。観念する。来るな。即戦即決。取り立ての開始だ。
げられる。即戦即決。陣営のごとく。取り立ての開始だ。行こうか。行こう。時間は有限よ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。帰りたい。なんであのカードを引けないんだ。
行け。みんなの声が聞こえないよ。予想通りだな。いざ。わかった。全力で相手しよう。
わかった。全力で相手しよう。即戦即決。瞬く間に。行こう。時間は有限よ。瞬く間に。すごいな。
即戦即決。こいつはどうだ。逃がさない。絶対に足は引っ張らない。できる限り。ここで一枚やられるか。即戦即決。楽しみは無視できない劣勢だな。用意はとっくにできてるぜ。
ごいな。みんなは俺が守る。天に召せ。個人の力には限界がある。私の資料が足りなかったか。
私に挑む気？覚悟はできてるの？私に挑む気？取り立ての開始だ。行こう。時間は有限よ。行け。不運の連鎖を断ち切れなかった。瞬く間に
陣営のごとく。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。瞬く間に勝負はついた。私負けないもん。瞬く間に。あなたにしては。いざ。あなたと技を磨き合えるなんて光栄です。
なたと技を磨き合えるなんて。あなたと技を磨き合えるなんて光栄です。即戦即決。逃げられはせんぞ。この剣はわかるかい？
げられる。即戦即決。我が命を聞きたまえ。瞬く間に。世の乱れを切り尽くせ。失礼。取り立ての開始だ。観念する。まだまだか。攻守ですね。まだやり残した。非常に危ういですね。すごいな。
燃えろ。天に目線しまった。とても満足のゆく一戦でした。いざ。星とし、
裁きの怒り、チョック、律令。暗算八九見切りました。手をつなぎましょう。チョック律令、チョック。難攻不落、全部丸見えね。十五のチョック、裁きの雷。ヒュッ、フッ、いざ。流通のために作られた船は港に泊まる。だ、揺らぐことなし。
星と深淵を目指せ。ようこそ。無事今日の依頼を達成しましたね。いざ！見切りました。律令、呪言。全部丸見えない。これこそが知恵の殿堂。殿堂、ここにあり。神道の権限。律令、呪言、律令。逃げ道は？裁きの怒り、呪言、律令。手をつなぎましょう。私のお家にいらっしゃい。天理チョーク。幽玄なる雷霆、呪言、チョーク、律令。見切りました。
難攻不落。さばきの威嚇、呪言、律令、チョック全部丸見えね。これこそが知恵の殿堂。殿堂、ここにある。雷光意図美しかな、律令、チョック逃げ道は岩山八九いざ。さばきの雷槌、律令、チョック、律令。手をつなぎましょう。知識はあなたにも。天道万象、剣与盤石、幽玄なる雷帝、チョック、呪言。逃げ道はあり。ふふ。岩山八九。チョック。律令。チョック。いざ。さばきの雷槌、律令、チョック、律令。これこそが知恵の殿堂。殿堂、ここにある。チョック、雷光意図美しきかな、呪言。難攻不落。律令、呪言。
大半の者の一生は紙に書いても数行にしかならず、その ほとんどが退屈な物語なんじゃ。いらっしゃいませ。あ、それと、うん、けど、何度、いや、マーガレットさん、今回スクロース、私はただマーガレットさん、実失声召喚のことだったのね。最近失声し、そういえば会ったことが、リトルプリンスよ。うん、まあいいわ。ま、なあマーガレットさん、それは違う。プレイヤー諸君を最強の使い手へと導く。しかし一般のプレイヤーではリトルプリンス様の功。お、また現れたな。動物でリトルプリンス、何でしょう。猫と交流ができるなんて、鳴き声一つでそこまでわかるの。何せ僕は七星召喚という神聖な血、七星召喚の血統で、うん、七星召喚、私が直ダクエットリトルプリンス、お前がやりたくない、すまない、リトルプリンスさ、リトルプリンスが何。言っとくけど、あた最近お店で七星召喚を、もうゲームもお酒もほどほどが大事なのに全く分かってないんや。なんというか、オーナーとしてはそういう、ほらちょうど疲れてきたところです。何が休憩よ。それにだらしないおじさんがモンドの酒造に、そ、リトルプリンス様の、本当にそういうことにしと、ジョイン、バーテンダーの仕事は、ま、うん、それじゃあそこの空いてるテーブル、律令直下。さて、ルールを構築した対戦に使える、その顔、ちょっとまさか手ぶらで失声召喚を勉強しに来たわけ。そうそう、おた、そんなものない。基本のルールを勉、そうだ、先日営業が終了した後に。本当にいいの？数日経ったし受け取りにも来てないから。ああ、も、持ってたのは、よし、これでキャラカードが2枚さ、そうだね、どうする、早速今か、よし、じゃあ始めるよ。ふふん、簡単に説明すると、相手のすべて、対戦が始まった。さっさと終わらせるぞ。まずマイラウンド。これらのサイコロは元素力、ロールフェーズ、アクションフェーズではよく行われ、
くなアクションフェーズではあなたがスキルで。そして相手の子、ほらこれが万能ゲ、これを使えば。よくやって、もゲームは。もう仕方ない、終了すると。そしてあい、さあ、新しいラウンドに。うわあ、運が悪すぎじゃにゃい、これ。ふふん、各ラウンドでは。アクションフェーズのか、つまり、ま、よし、スキルを使用する。リルックのチャージ、こういう時はリルックの通常攻撃を発動するには、つまりゲン、火炎よ、燃やしにせ。ボンナだ。正式な七星召喚対戦では、そこで登場。わ、ガイアの各アクション、氷元素ダメージを、これ、よし、各種元素ダメ、元素反応が起こ、今、あ、あ、そうそう、通常、し、た、例えば、今、任意の元素サイコロ、さっさと終わらせるぞ。スキル発動と同じ。大半のスキル、さあ、今はディルックが出撃キャラだよ。氷元素付着状態の敵、妖怪ハン、これで、いっ。次はこれらのカードは各対戦、うえ、攻撃に使える、わわ、でも大丈夫、アクションカード、このあと他の、また機会があった。うん、手振、簡単に言うと、でも
だけど大丈夫、手札を1枚捨て、このカードは欲しい元素サイコロが来ない。でもこういう時、手札の発動と、じゃあ続けて、よし、これで逆円の矢、白鉄の体験を装備。さて、そろそろ最後のレクチャーだよ。ニニの前、聞き直した後の初期手、今回はヤバそうな、あなたの腕を見せ、行こうか。サイコロズバリ。ここには敵が、それを参考、よし、これいものを探しに行こう。そうそう、言い忘れたことが、エンドフェーズごとにちゃんと覚え、おとなしく仕上がる。行こうか。
これが基本。さっきのは七星召喚は、でもルールは確かに詳しい説明だった。あのゆ、いつからリオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいいんだが。反応遅すぎでしょって、まさか私の真似をしたの？やめてよ。もうなんでこいつがここに？キャッツテイルもモンドの酒造業の一部だ。今日来たのはマーガレットさんと。あの人ならここにいないよ。いや構わない。このカードはディルックのキャラカードだな。七星召喚については知っていたが、このカードは先日あるお客さんが、うん、どんな顔に眼帯をつけてない、肌が雪のように白い、真面目な表情で、お酒を飲むときには一言も喋らず、ずっと黙ったまま飲んでる知らない人だったよ。全然知らない。なるほど、眼帯か。真逆のことを言おうとしたら緊張して口が滑っちゃった。平気さ。それにあいつはもうそんなことを気にする暇もなくなるだろう。じゃあこのディルックのキャラカードは。大丈夫、ただ僕をイメージ。でもまさかディルックさんも七星召喚を知っ。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白いものだ。僕もそのつもりだったが、僕をそろそろ帰る時間だ。一度関係者にじっくり話し。ああ、じゃあ僕はこれで。行ってらっしゃい。見送りはしないから。護衛隊長。ガイアさん、何事も。そうだ、ルールも学んだことだし、七星召喚で一回遊んでみない？ルールを覚えたばかりの初心者同士で、でも正式な決闘には3枚のキャラカードと3。じゃあ私をモデルにしたカードを使ってみよう。これで私もあなたもガイア、うん、あなた